卓球韓国代表チームの国際卓球連盟ピョンヤンオープン出場が事実上、不発となった。韓国卓球協会の行為関係者は25日、北朝鮮から予定された期限まで招待状が届いていない。エントリー期限ギリギリまで待っていたが、届いていないため、私たちの参加は難しいようだと明かした。なお、 今回の結果とは関係なく、韓国卓球協会は来る7月19日から22日まで大田で開かれるコリアオープンに北朝鮮選手団を招待する方針だ。関係者は、我々は、招待する計画だ。もちろん、参加については北朝鮮側の決定次第で変わると伝えた。